ません、広島テレビの寺岡と申します。はい、よろしくお願いします。その先日の台風24号接近の影響でですね、呉の道路標識が倒れるという事案がありました。で、幸い、怪我人はなかったということなんですけど、はい、あわや大惨事ということで、で、県内にも同じようにその修が必要な道路標識が1万2000本で、更新が必要な、ものが2000本あるということなんですが、こういった事案があったということに対して、どういった、ことが今必要になってくるのか、そのあたりご見解をお伺いできればと思います。やはりしっかりとその老朽化度合いっていうのはですね、検査をする必要があるのかなというふうには思いますね。検査というか見極める必要があるのかなと。で、そのいずれにしても計画的に、取り替えをしていかなければいけないので、そこのプライオリティなりですね、その震度というのをそういった状況を踏まえて、考えていかなければいけないということだと思いますね。はい、点検が3年をかけて実施されるという計画もお伺いしたんですけど、はい、やっぱこ のペースを手を上げるとかですね、そういった、ことというのは考えているでしょうか。何かこの起こったからね、その何か、その手当てをしますということではないんだと思うんですね。で、それはもちろん全部すぐに新品に変えれば、それはそれに越したことはないんでしょうけども、その他にもですね、崖崩れであるとか堤防であるとか、その防災とか災害対策っていうのはたくさんあるわけでありまして、学校の耐震化とか、そのいろんな避難関係、あるいはその拠点関係ですね、病院もそうですけども、耐震化とかいろいろあるわけですから、その中でこの全体をですね、計画的に進めると。つまり何か起きたからそれを集中的にやります。で、他が起きたらそれも集中的にやります。何か起きるたびに何かこうやるということじゃなくて、全体をしっかりとバランスを取りながらですね、進めていく必要があるんじゃないかなということだと思います。ありがとうございました。はい、他に質問がある人は、テレビ新広島の畑です。はい、よろしくお願いします。はい、今日中山間地域振興推進本部が立ち上がりました。はい、今日会議の冒頭でも知事がですね、はい、注目が集まるのでしっかり対策をやっていきたいというような話があったんですけども、はい、この本部立ち上げの意義とですね、今後どういう方針でやっていくかというのを一言お知らせください。はい、意義というか、今般条例が成立をして、具体的なその中山間地域この振興条例に基づくまさに振興の推進というか、それをやっていくことになりますので、今般、この本部会議を立ち上げてですね、早急に、着手をできたということは意義があるのかなと。で、計画というか、この計画ですね、計画自体は1年ぐらいかかるのかなというふうに考えています。これはいろんな市や町の、状況を踏まえながら作って、状況なり意見なりを踏まえながら作っていかなければいけませんので、最終的には1年ぐらいかかると思っているんですけども、そういう中で、来年度の事業というのも進んで、これは来年4月から始まるわけなんで、その足元のですね、この事業なり、政策の組み立てっていうのが条例に基づくですね、大きな方針、そして、我々が考えている大きな方針に基づいて、この作っていくことができるので、そういうことを考えていく上でも、今回着手できたということは意義があると。早急にやらなきゃいけない優先度の高いものっていうのはどういうものを考えていらっしゃいますでしょうか。
まあ、優先度の高いものっていうか、これまで、進めてきたものとな、また違うものとか、突然なんかこの見たこともないような新顔が出てくるっていうことじゃないんだと思うんですね。やはりしっかりとその狙いを定めて、でいろんなところにこう分かれてるわけですね。医療であるとか地域づくりであるとか、あるいはその産業であるとか、まあ、農業であるとかですね、そういうものをこの統合的にやっぱり見ていく必要がありますし、そういう中で、市長そして住民の皆さんがやっぱりしっかり力を出して自らの地域づくりができるということが大事だと思うので、そういうふうになるようにですね、県としては今回の条例に基づく計画の中で考えて進んでいきたいというふうに考えています。そろそろ最後の質問をしたいと思います。他に質問がある者はいますでしょうか。なりました。ちょっと古い話になって恐縮なんですけども、先日副議長の就任パーティーなんかありまして、県の幹部の方が出られたりしました。で、県議のパーティーに県職員が出ることについて、まあ、指揮者なんかに聞いてみると、まあ、県民の誤解を招くんじゃないかとか、まあ、一定の線引きをした方がいいんじゃないかというような意見もありました。どのように受け止められるか、また今後そういう、まあ、線引きみたいなものを設定するお考えがあるのかどうかというのをお聞かせください。今現時点でその県民に大きな誤解が生じているのかというと、まあ、私は必ずしもそういうふうには感じてませんし、今般は副議長就任の、まあ、パーティーで、その、まあ、会見について、その背景の中でですね、まあ、政治資金との関係とかっていうのはあるかもしれませんけども、その副議長というのはやはり県にとって非常に大きな重役であって、重役というか重責というかですね、まあ、そういう役に就いたこと、疲れたことをその素直に喜ぶっていうことはですね、これは僕はいいことだと、いいというかですね、それは差し支えないことだと思うんです。で、逆にお祝いとかおばちゃんとまずいんでですね、そういったこの透明性ある場の中で、まあ、祝意を表するということだと思うんですね。で、その他一般的に、それこそ政治資金パーティーであるとか、一般的なですね、その励ます会とかっていうことについては、これは確かにですね、誤解を生む部分もあるかもしれません。まあ、それはじゃあそれについて一律にその言ってはいけないとするのか、言っていいとするのか、まあ、現時点では私の認識としては、まあ、ごく一部はあるかもしれませんけれども、基本的にはあまり言ってないと思ってますので、まあ、個別にいろんなこともあることに関してですね、現時点で一律に、何か禁止をするということはですね、必要ではないのではないかなというふうに思ってます。ですから今のお話ですと、まあ、副議長とか議長というのは、はい、ある意味では公職のような部分なので差し支えないと思うんですけど、例えば議員の20周年とか30周年を祝うパーティーみたいなものについてはあまり好ましくないんじゃないかというような感じです。いや20周年30周年というのはこれまたちょっとやっぱりかなり特別なものじゃないかなと思うんですね。まあ、公的な重職というのもありますけど、まあ、この20周年とか30周年というのもこれはおめでたいことではあるので、それだけ県民の負託を受けてですね、長らく勤めておられるということですから、
それも、まあ普通にお祝いすることですよね。まあ現役で叙勲を受ける人っていうのはなかなかいないと思いますけども、叙勲を受けたらそれはやっぱりそういうこともあるかもしれませんし、じゃあ何かこう身近な関係にあってですよ、個人的に身近な関係っていうのは別に例えば親戚だったりとか、あるいはその同級生であったりとか、それで例えば結婚式に行きますとかですよ、息子さんとかお嬢さんですね、いやそれはどうなのかとかですね、まあそういうことなわけですよね。だからそれがまさにその社会的な誤解を生むであるとか、その問題を生じるようなですね、ことであれば、それは一向の余地があると思いますし、それについては今の県職員は比較的良心的な行動をしているんじゃないかということですよね。だからそういうものについて一律にどうのこうのという必要はないんじゃないかなと。ただ私が言ってるのは一般的にね、そういうことをお祝いとかそういうこと関係ない励ます会とかそういうのはありますよね。でそういうのについてはまあどうなのかなと。でそれは良識を働かせてほしいし、現時点においてはそういった行動を取っていただけるのではないかというふうに認識をしているということです。では時間になりましたので、これで一時定例を終わります。次回は10月22日火曜日の10時半からを予定しております。ありがとうございました。